はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の理科やっていきましょう。で、今回ね、5問ありますので、まずね、ここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、ちょっとね、グラフとか図が見にくいかもしれません。特に、なんだっけ、スマホで見てる方はね、ちょっと拡大表示しながらでね、見てもらえたらと思います。で、今回は、動物の話ですね。中2の勉強と中3の勉強が入っております。で、いつも通り問題もちょっと外してしまうので、先に少し確認していきましょう。で、A から E の動物確認です。A がペンギン、B がウミガメ、C がイソギンチャク、D がイルカの E がイモリでございます。で、まず1番が A から E の中で背骨がある動物をすべて選び記号を書きなさいという問題からいきましょう。じゃあ画面下げますね。お待ちください。行くよ。よいしょ。ほっ。行き過ぎた。ごめん。行こう。でね、ちょっと最初の板書が今少ないんで、これ多分ね、外すとね、焦点が合わなくなるので、ちょっと残しておきますね。少し解説入れた時に外します。で、まず1番のその背骨がある動物ですね。で、背骨がある、背骨がないで、一応名前が決まっていて、今回の答えじゃないから黒でいこうか。背骨がある動物のことを、これ名前覚えておいてね。脊椎動物って言います。脊椎動物ね。で、背骨がない動物を、ないっていう漢字が最初に入って、無脊椎動物って言い方をします。で、今回、そのね、脊椎動物に当たるのはどれかっていう、まず答え書いちゃいましょう。まあ、すべて選びなさいなんで答えは複数ありますと。じゃあどれかっていうと、ペンギンあります、ウミガメあります、イソギンチャクなくって、イルカも、イモリもあるので、この4つが答えになります。だから、このイソギンチャク、こいつだけ、ちょっと被しちゃうね。無脊椎動物。ってやつ。グループで分けるとね。いいかな。まず1番このが答えになります。この脊椎動物っていう名前もぜひ覚えておいてください。で、次ですね。今回の動画の最後にリンクも貼っておきますけど、脊椎動物っていうのはなんとか類っていうのが5種類に分かれます。まあ一番有名だと哺乳類とかね。まあ鳥類とかいろいろあるんですけど。で、それの話。で、まず、その2番で注目しているのが E なんだよ。E、つまりイモリね。で、これね、イモリをね、聞かれるのがなかなかしんどいとこがあって、みんなさ、これまあ、こいつ無脊椎なんでちょっと無視しますけど、ペンギン、ウミガメ、イルカとイモリ全部何類かいけるかい？これ。今回の問題には関係ないんですけど、ちょっとやってみましょうか。で、どうしよう、わかりやすいとこ言おうかな。イルカってわかりやすいイメージなんだけど、イルカってこれ哺乳類ね。哺乳類。つまり、人間と一緒です。人間も哺乳類。で、どっちかペンギン行こっか。ペンギンでたまに哺乳類って書く子がいるんですけど、ペンギン鳥だからね。あと鳥、鳥類ね、ペンギンは。で、次、亀行こうか。ウミガメ。亀はですね、爬虫類です。で、問題のあいつね。で、イモリは両生類なんです、これ。で、やっぱりテストの時にここが単元ね、こういう、なんだ、脊椎動物の話が出てくると、イモリ、もしくはヤモリがね、やっぱ狙われます。そう、ヤモリってのもいるの。で、しかもめんどくさいのが、ヤモリは爬虫類なんだよ。で、これがね、結構厄介で、でね、まあ、覚え方が、まあ、いろいろあったりするんですけど、最近ね、俺が好きなのは、蜂が芋料理を食べるっていうね。これちょっと前から俺使ってるんですけど、で最近しかも蜂って俺飛ぶ蜂をイメージしたんですよ、もともとね。好きなんだったんですけど、俺米津さんが好きで、そう、蜂っていうね、言うと、米津さんが芋料理を食べてる。米津さんわかんなくてごめんね。そう、イメージで最近よく思い出すんですけど。で、これ何かっていうと、もうね、どうせなら蜂をこれ取ってもいいんですよ。別にここなくてもいい。芋料理を食べるでも。つまり、イモリの芋と両生類の両をくっつけたいっていう。イモリと両生類っていうね。
で、これで、イモ料理で、イモリと両生類はくっつけられるんですけど、だいたい、イモリとヤモリっていう名前はだいたい覚えてるの、みんな。だから、イモ料理で、イモリと両生類が繋がるんだけど、じゃあヤモリはっていう、時に、何類なんだっけって迷う子がたまにいるので、その時に、8ってつけとくと、残ったヤモリは、爬虫類。8ね。爬虫類の8。だよねって俺思い出せるんで、まあ、蜂が芋料理を食べるみたいな感じでやるんですけど、まあ、残ってるのがさ、鳥類と、両生類と、哺乳類と爬虫類と、ここないんだけど、あと魚類ね。で、もちろん、イモリとヤモリのね、姿をちょっと見分かんないとイメージはできないんですけど、ちょっとぜひ見てみて、教科書とか載ってると思うんで、あの姿を知ってたら、鳥類と魚類と哺乳類は絶対ないって思えるから、だから別に鉢を覚えておかなくても、芋料理だけやっておけば、芋と両生類が同じだと。で、ヤモリはって。いや、鳥類、魚類、哺乳類ないっしょ。じゃあ残りの爬虫類だよね。でも全然構わないんですけど。まぁ、こんな感じで、ちょっと長くなりましたけどね。そう、芋り対策はこれでやってみてください。で、戻すと、その芋りがね、今回体の表面と、卵の産み方について説明されてると。で、体の表面がその選択肢。ごめん。あいうえ読んでいくと、鱗で覆われてるか、湿った皮膚で覆われてるかっていう話になります。で、今回、その両生類は、これ次青だからちょっと青に行くわ。これね、湿ってるんすよ。もう湿ったにしとくね。そう、両生類は湿ったが特徴なの。で、鱗っていうのは、まあ、魚ね。魚類も鱗があります。まあ、魚の鱗取るって言うじゃないですか。あと、爬虫類も、これも鱗です。そう。だから今回、イモリを選択してる場合は、湿ったを選びたいので、あとイの選択肢が外れます、まず。うとへのどっちかになると。いい？で、次、卵なんですけど、卵は、両生類。両生類って両方に生きるだから、水中と陸上両方生きるわけ。一番有名なのはカエルね。両生類で。カエルってオタマジャクシから始まってってなるじゃないですか。で、卵は、まあ、オタマジャクシイメージするとわかるかな。水中で、殻がない。殻が、あんまカエルの卵見たことないからみんな。そう、卵がない、殻がないので産むと。だから、水中で殻がない卵って選ぶとしたら、2番の答えは、ウになると。いいかな。まあ、こんな感じでございます。ここは、なので今回俺が動画リンクで貼ってる表があるんですけど、その表を覚えておけば解けるっていうタイプの問題になります。で、この3番からですね、中3の勉強に変わります。これ3番入るかな？ちょっと言葉だけなんで入れちゃうね。3番。ちょっと読みますね。C、こいつです。イソギンチャク。で、こいつは無性生殖っていう、まあ、中3ならですね、無性生殖によって増えると。で、無性生殖における親と子のように起源が同じで同一の遺伝子を持つ個体の集まりを何というかっていうちょっと難しい言葉が並んでますけど、同じ遺伝子を持ってるその個体、集まりを何て言いますかって。もうこれそのままなんだ、教科書。これクローンね。いいかな、クローンと言います。あー、ちょっと切れた。ちょっとアグレッシブに起きすぎたわ。ちょっと待ってな。クローン入ってるはず。 OKOK、OK, OK、っていう感じでございます。じゃあちょっともうね、いけるんで外しちゃいますね。で、4番いきましょう。ちょっと読んでいきます。生殖細胞である卵と精子、これ卵ね、卵じゃなくてね、卵と精子は子核と呼ばれる細胞分裂で作られる。その卵と精子が受精し、ほにゃららほにゃららといくんですけど、この卵と精子、これは動物の話ね。植物になったらこれが卵細胞と精細胞って言います。それも含めても構わないですけど、まあ、今回は卵と精子の話をしてるんで、こいつらの分裂って言われたらもう1個です。減る数の分裂と、減数分裂ってやつ。
いいかい、卵と精子、もしくは卵細胞、精細胞の分裂って言われたらもうこの原数分裂って言ってください。こいつらの卵とか精子のことを生殖細胞っていうの、こいつらのことね、生殖細胞って言うんですけど、それの分裂が原数分裂です。もうこれはつなげて覚えちゃっていい、それは。いいか、よく出てくるからね、原数分裂ね。で、ラスト5番ですね。まあ、6個の選択肢から選ぶ問題です。で、今の4番のね、問題の文が関わってくるので、ちょっと途中からまた読んでいきましょう。で、その、原数分裂で作られると。で、その卵と精子が、こいつらね、こいつら受精するの。で、受精すると、受精卵ができます。いいかな？こうやってくっつくと、ちょ、書いちゃっていい？受精卵ができる。で、受精卵が細胞分裂を始めてから、自分で食物を取ることができる個体となる前までを胚と呼ぶと。まあ、これは言葉のことなんで、まあ、ちょっとそれは無視しますけど。で、そのね、胚について、胚の染色体が24本でしたと。いいかい？これは分裂してって、まあ、胚ってところを通るんですけど、こいつが24本の染色体を持ってます。で、その時に、E の、まあ、E、まあ、E もリプサイズは普通に脊椎動物の1個だからね。精子と受精卵と皮膚の細胞の染色体の数を表すグラフとして、最も適当なものを表しなさいと。で、ちょっとね、見にくかったとは思うんですけど、基本的に、ま、12と24が使われてます。かの選択肢だけね、1個6があるんですけど、まあ、12と24が主にあると。で、これ何が言いたいかっていうとね、その原数分裂っていうのは、まあ、書いてある通り、数が減る分裂なの。同じ数でどんどん12が12になるっていうんじゃなくて減っていく。で、イメージとしては半分になっていきます。半分。で、大事なことは、肺が24じゃないですか。ってことは、もう全部、細胞が24のはずなの。つまり、この後に皮膚とかになっていきますけど、当然皮膚も24なの。全部ね。で、言っちゃえば受精卵も24なの。これ覚えておいて。24。でも大事なことは、じゃあ数減ってねえじゃんってなるんだけど、どこが減るかっていうと、この卵と精子がくっつきますよね。まあ、受精して受精卵になるんですけど、24になるために、こいつら分裂して、原数分裂を起こして、12と12になって、それが足して24になってる。イメージとしては卵が24だったんだけど、12、12に分裂して、その片割れ。で、その12と精子が24だったんだけど、12と12になって、片割れの12がくっついて24になりますよ、みたいな。イメージは、足し算でね。っていう状態です。これが原数分裂から、まあ、受精卵ができて、胚ができてっていう流れ。だから、今回、精子と受精卵と皮膚の染色体の数を聞かれてる。精子12、受精卵24、皮膚24と。それを選べばいいので、選択肢としては、おが正解になります。ちょっとごめん、画面暗くなっちゃったね。ごめんね。外が暗くなったか。いいかな。まあ、これがね、原数分裂の、まあ、染色体の数よく聞かれるんでね。まあ、こんな感じで、イメージを持ってほしいというか、まあ、解き方ね、覚えておいてください。では、今回はね、この5問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。